静岡市スポーツ交流課の望月哲也です。静岡市は台湾陸上代表とスペインバドミントン代表の合宿を受け入れ、さまざまな交流を行っています。ホストタウン魅力発信プロジェクトとして、市内の小中学生が静岡で事前合宿を行う台湾陸上代表選手を対象にインタビューをし、取材した内容をもとに選手を紹介するポスターを制作しています。市民の皆さんには日本の選手を応援していただくとともに、ぜひ台湾陸上、スペインバドミントンの選手を応援していただきたいと思います。私は1964年の東京オリンピックの年に生まれました。そして今、東京オリンピック・パラリンピックの関係の仕事に携わることができて、とても嬉しく思っています。みんなで東京オリンピック・パラリンピックを盛り上げていきましょう。